アイリク・バッケは、ノルウェー・ソグンダル出身の元ノルウェー代表サッカー、選手。現役時代のポジションは、ミッドフィルダー。エイリーク・バッケとも表記される。初期元サッカー選手の父スベインの息子として、ソグンダルに誕生したバッケは、かつて父が在籍した、ソグンダル・フォトバルでキャリアを始め、め、99試合に出場した。 イングランド1999年に移籍金175万ポンドで、イングランド一部のリーズユナイテッド AFC と契約を締結してから、2004年にクラブが2部へと降格後も、負傷や負傷によりなかなか地位を確立できずにいた。その後も膝の負傷の再発から、状況はかんばしくなく、2004から05、シーズン開幕前に十字人体を損傷したことにより、 シーズン長期離脱が決定し、2005年2月には膝の炎症から手術を行った。負傷から復帰後の8月に2006年1月31日までの期限付き移籍したアストンビラ FC では、かつてリーズで指導を受けたデビッド・オーレアリー監督に再会することとなり、ビラでの働きが認められオレアリー監督からシーズン終了までの延長を望まれていたが、 クラブ首脳陣からの信頼を勝ち取ることができず、延長されなかったところから1月18日に早期契約解消となった。リーズへ復帰し、2006年8月27日には、シェフィールドウェンズで FC 戦に出場していたが、ファンやメディアから遺跡の憶測が飛び交い、29日に、バッケはリーズでプレーすることはないと公式発表された。しかし、 当面はノルウェーに帰国する意思がなかったバッケはリーズに泊まり練習を続けていた。このシーズン序盤での突如とした放出は財政難によりバッケの高年法が相当な負担となったものだった。ノルウェーノルウェーへ帰国したバッケは2006年8月31日に SK ブラント2年契約を締結し9月11日のスターベクイフ戦で初出場を飾った。 2007年シーズンは負傷の問題により、リザーブチームからの開始となったバッケは、6月26日にトップチームで出場し、8月11日にライバルのローゼンボリ BK アイテに決勝点を挙げた。2008年には契約を2010年まで延長した。2010年10月26日に、フルスのソグンダルフォトバルと2011年シーズンからの3年契約を締結。 2012年11月21日に現役引退を表明した。U-21 代表では、中心選手として26試合に出場し、首相を務めていた。1999年1月20日にイスラエルとの親善試合で、エギルオステンスタットに代わり A 代表初出場を飾り、2008年3月26日のモンテネグロとの親善試合で、 マーティン・アンドレセンに代わり途中出場したのが最後の試合だった。2015年によりソグンダルの監督に就任した。ありがとうございます。